さんこんにちは、大瀬です。1月の18日水曜日に行われました琉球ゴールデンキングス対ファイティングイーグルス名古屋戦、結果としましてはクーリー選手が不在の最中、全員がここ一番の集中力を発揮しまして、見事3ビッグ駆使するファイティングイーグルス名古屋に勝利いたしました。試合開始前の当日にクーリー選手が規定違反により1試合の出場停止という処分が下されまして、この FE 名古屋戦には出られないというニュースがございましたけれども、琉球ゴールデンキングスが出場した選手集中力を高く持って挑んだ結果、強力な3ビッグを駆使する FE 名古屋に勝利したという価値ある勝利を手に取りました。またこの琉球対 FE 名古屋の感想述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の試合で、勝利の立役者っていうのは当然いまして、一人目は今村啓太選手。今村啓太選手が今回ダーラム選手、ダンカン選手を上回る23得点獲得しまして、琉球ゴールデンキングスがここぞという突き放したい時に、今村選手の今回3ポイントが5本刺さりまして、今村選手が大活躍した試合になります。また今回の試合では、今村選手がボールハンドラーとしても活躍を行っていまして、得点のみならずゲームメイクの始まりでもこの今村選手の活躍が光った試合だったと思います。この全体的な流れで今村選手がここぞという時に得点、24秒ギリギリのとこで得点だったり、キャッチャーのリリースをもう素早く行ってスリー入れたり、まさに見せるバスケを今回この琉球ゴールデンキングス対 FE 名古屋戦で披露してくれたと思います。としんどい時に今村選手がシュートを入れる場面は、ファンブースターの皆さんにとっても大いに盛り上がった場面だと思いますし、またこの今村選手の雰囲気が琉球ゴールデンキングスの士気を上げてくれたポイントだと思います。続きまして2人目、もうこの2人目が間違いなく琉球のインサイドを大きく支えてくれました、上松義也選手。この上松選手がクーリー選手の穴を見事に埋めてくれた救世主となりました。今回の試合で、上松選手がクーリー選手の代わりにインサイドを頑張らないといけないという場面だったんですけども、上松選手がその役割を見事に果たしてくれたと思います。どうしても、琉球ゴールデンキングスとしましてはダーラム選手、ダンカン選手を休ませないといけない時間帯がございます。その時に登場してくる選手が上松選手でございまして、ファンブースの皆さんの中でももしかしたら上松選手今回出場機会が多くなるんではないかと予想された方もおられると思います。結果としまして上松選手が19分の出場を行いまして、シュートこそは惜しくも入らなかったんですけども、それ以外でのオフェンス、ディフェンス、リバウンド、そしてブロック、あのブロックはもう完璧なブロックでありまして、琉球ゴールデンキングスの士気を上げるに大いに貢献したブロックだと思います。この上松選手が相手外国人選手に対して物怖じせずにぶつかった結果が、琉球ゴールデンキングスの勝利につながった今回のヒーローだと思います。間違いなく上松選手の活躍がなければ、琉球ゴールデンキングスの勝利っていうのは遠のいていた可能性っていうのもございますし、この上松選手がオフェンスリバウンドを勝ち取って琉球ゴールデンキングスのセカンドチャンスを作ったのも間違いなく有効打な一つになりましたし、またこのリバウンドの数でクーリー選手がいなくても相手の FE 名古屋よりリバウンド数を多く勝ち取るという結果になりまして、そのリバウンド数の結果が今回の試合の勝利に直結したポイントとなったと思います。そして試合全般で見ていきましたら、第1クォーターからこの FE 名古屋、当然のように3ビッグを駆使します。今回アンドリュー・ランダル選手が不在だったんですけども、それさっぴいても、この3人の外国人選手が出れるという、この FE 名古屋大きな武器を駆使しまして、琉球ゴールデンキングスに差をつけようとしたんですけども、ここで FE 名古屋にとってはアクシデント、琉球にとっては追い風となる出来事がございます。相手の帰化選手のエヴァンス・ルーク選手が、この1クォーターで2ファールしてしまうという痛恨のミスをします。このエヴァンス・ルーク選手のファールを引き出したのは、実は岸本選手なんです。岸本選手がリバウンドの争いのところで、エヴァンス・ルーク選手に1つファール。そして、ミスマッチになったんですけども、そのミスマッチのアドバンテージをものともせずに、岸本選手がオフェンスチャージングを引っ張り出したこの2ファール。この岸本選手のハッスルプレーがあったからこそ、FE 名古屋としては想定外になりまして、流れがなかなかつかめない展開となりました。で、琉球としても同じ土俵条件であれば、琉球ゴールデンキングスがインサイドでも生き生きしまして、ダンカン選手のバスケットカウントだったり、今村選手のポイントだったり、琉球ゴールデンキングスが欲しいところでこのシュートを打てたというのが良かったと思います。それでも FE 名古屋は外国人選手がミスマッチ
ッチになるところを生かして得点を入れる場面もございましたし、まあ、1クォーターの最後はあれはもう仕方ないところかなと思います。リバウンドのところでどうしてもミスマッチになっていましたので、日本人選手だけでしのごうとしたんですけども、タップしたボールがゴールに吸い込まれて15対14というロースコアの展開になりました。で、2クォーターでもすぐさま FE 名古屋が入れて琉球が返す形で行ったんですけども、ここで流れが掴んだのは琉球ゴールデンキングス。琉球がダーラム選手のインサイドだったり、岸本選手のスリーポイント、今村選手のスリーポイントが今回刺さりまして、第2クォーターでは相手の得点を抑えつつも琉球ゴールデンキングスが着実にオフェンスを点を入れるという場面がございました。今回の試合で前半後半でどちらかといったらやっぱ前半にこの注目ポイントが多くございまして、この FE 名古屋で先ほど言いましたエヴァンス・ルーク選手が2ファールしてしまいまして、前半は出にくい状況を作り上げたというところ。そして2つ目が琉球がオフェンスをきっちり沈めることにより FE 名古屋のスリーポイントがなかなか刺さらないという展開がございました。 FE 名古屋3で、前の試合では琉球にアドバンテージを取ったんですけども、今回スリーポイントがなかなか入らない展開がございまして、そこはまあ琉球当然ありがたい場面でありますし、琉球は着実に決めて FE 名古屋が外れるという悪循環が FE 名古屋には生まれていましたので、まあ、琉球としては第2クォーターで差をつけることに成功したのかなと思います。そしてこの状況が続きまして FE 名古屋としてはリスクはあるんですけども、エヴァンス・ルーク選手を投入して再び3ビッグの布陣で挑むんですけども、ここで前半の見どころ3つ目、そのポイントがエヴァンス・ルーク選手を前半0得点に抑えれたというところ。これが非常に大きなポイントになります。エヴァンス・ルーク選手としても、まあ、前半1クォーターで2ファールして試合が出られない状況、そして流れが悪いのでエヴァンス・ルーク選手を投入して、さあここからだという時に皆さんが大いに盛り上がりました植松選手のあのブロックです。ここからだという時の FE 名古屋に対して植松選手のブロックがFE 名古屋にとってはネガティブな要素になります。ここからだっていう勢いをつけようとしている先、オフェンスが失敗してしまった。この展開ほど心にしんどい展開っていうのもございませんし、琉球としてはさらにエヴァンス・ルーク選手出たけどもまだまだやれるぞという勢いがあったので、FE 名古屋の得点を抑え込むのに成功しまして、かつ、エヴァンス・ルーク選手を0得点に抑えれた。これが前半非常に大きかったポイントだったと思います。この前半の貯金があったからこそ、後半では打って変わって FE 名古屋が本来のリズムを取り戻して得点を決めて、さあそろそろ追いつくかなっていう時に今村選手が逆に突き放す得点を決めたり、牧選手のシュートだったり、ここぞという欲しいポイントで FE 名古屋に追いつかれなかったポイントを作ってくれた。これが琉球後半の大きな働きだと思います。後半危なっかしい場面もございまして、琉球としてはターンオーバーが続いて、ジェレミー・ジョーンズ選手に、ワンマン速攻のダンクを決められたり、またハッスルプレーで前半では岸本選手が多く飛び込んで琉球を盛り上げたんですけども、次は FE 名古屋が泥臭く行きまして、パスミスからのターンオーバーで FE 名古屋を得点するという場面もございまして、琉球としては少し追いつかれそうな雰囲気っていうのはございました。それでも踏ん張りまして、先ほど言いました今村選手のここぞという得点が FE 名古屋を突き放す結果になりますし、第4クォーターでは恐れていたファールトラブル、ダーラム選手が4つ、ダンカン選手が3つ、この2選手がほとんど手突っ張りになりますのでしょうがない場面だったんですけども、そこで第4クォーター救世主として再び現れました植松選手。植松選手自身も3ファールは陥ったんですけども、このダーラム選手、ダンカン選手どちらかがいないさなか、その穴をきっちり埋めたのが植松選手。相手外国人選手に負けないフィジカルを披露しまして、そこで相手 FE 名古屋としてはインサイドが少し攻めきれなかった場面もあってタフショット気味になったっていう展開もございますし、植松選手がディフェンスでは体を張って、そしてリバウンドでもオフェンスディフェンス積極的に絡みまして5つのリバウンドを取ってくれましたので、琉球としてはこの植松選手が琉球がしんどい時、我慢しないといけない時に支えてくれた選手、そして残り2分少しになった時に再びダーラム選手を投入しまして、琉球の流れを持っていかさないまま琉球が最後のオフェンスを畳みかけて見事 FE 名古屋に勝利した形となります。 FE 名古屋としても3ビッグをアドバンテージを生かして攻めたかったんですけども、まあ、エヴァンス・ルーク選手が途中で抜けないといけないというイレギュラーも発生しまして、 FE 名古屋としては試合中に立て直さなかったといけないんですけども、
琉球としましてはこのクーリー選手がいない状況っていうのは実は今シーズン始まる前にございまして、プレシーズンマッチで実は仙台戦と群馬戦でこのクーリー選手がその時は怪我でいなくてオンザコート1でしのがないといけない場面がございまして、その経験が今回の FE 名古屋戦で生きた形だと思います。このオンザコート1の時ではゾーンディフェンスを駆使して相手の得点を防ぐという、私も仙台の試合見に行った時にそれを披露しまして、見事にそれがアジャストした形で仙台に勝利したという試合があったんですけども、その経験が今回の試合でも見事に生かしきって、相手の得点を許さずに外国人選手が一人だけでも琉球ゴールデンキングスがしのぎ切った、また 2-2-1 プレスを駆使して8秒オーバーのターンオーバーを誘発したり、琉球ゴールデンキングスが誰かがではなくて自分がという姿勢で全員が集中して挑んだので、この貴重なターンオーバーを誘発したり、今村選手の最多得点、そして植松選手のクーリー選手の穴を埋めるインサイドプレー、数々の名場面が今回この FE 名古屋戦では生まれた場面だったと思います。クーリー選手に頼る場面っていうのはどうしてもあるんですけども、今回それがない分個々の力で打破する琉球プラスチームワークが掛け合わさって、この3ビッグを駆使する名古屋相手でも物おじせずに今回の勝利は掴み取ったのかなと思いました。次回がこの週末土日にアウェーで行われます琉球対川崎になります。川崎現在中地区の1位となっておりまして、ついこの間まではマット・ジャニング選手が不在となって苦しい展開だったんですけども、ここ最近で復活しまして、この18日の試合では難敵の三河を下したという結果となっています。この中地区1位に対して今回琉球ゴールデンキングスチャレンジャーとして挑みまして、この強豪である川崎に難しいアウェーをどう勝利するかっていうのを次の見どころで紹介していきたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。